はい、プレーボール、どうも野球人です。横浜 DeNA 国吉とロッテ有吉がトレードということでございまして、まあ交流戦もですね、ほとんどの球団が終わった中、トレードの噂というのがありましたが、まあ早速ですね、そういうお話が出てきました。では見ていきましょう。はい、DeNA 国吉とロッテ有吉がトレードへ。 DeNA の国吉勇輝投手と、ロッテの有吉勇輝投手のトレードが14日両球団から発表された。先発タイプの右投手の補強を目指す DeNA とリリーフ陣の層をさらに厚くしたいロッテの補強ポイントが合致、トレード成立に至ったと。国吉選手は DeNA 候補を通じ、この度ですね、千葉ロッテマリーズに移籍することになりました。育成で入団して様々な経験をさせていただき感謝の気持ちです。突然のことで正直寂しい気持ちとまだ実感が湧いてこないです。リーグは違いますが、野球をすることに関しては変わらないので、移籍してもしっかり自分らしいパフォーマンスを発揮できるよう頑張ります。同じ関東のチームなので試合を見に来ていただけると嬉しいです。約12年間もお世話になりましたとコメントしております。で、対して有吉選手はですね、プロ野球選手として地元千葉でプレーすることができて本当に良かったです。マリンの応援は本当にすごく、いつもファンの皆様の応援に助けられていました。一番の思い出は昨年7月7日に、2019年以来の投手になったことです。風の強い日でした。ただあの試合は無観客で、もう一度ファンの皆様の前で勝ちたかったです。マリーンズファンの皆様、熱い応援ありがとうございました。横浜では求められる役割をしっかり全うし、チームの勝利に貢献できるように精一杯頑張りたいと思います、というふうにコメントしておりました。はい、ということで、まあ右投手同士のトレードだったんですけれども、先発投手、できる有吉選手と、まあ主にリリーバーの国吉選手とのトレードということですね。まあ確かに DeNA は先発厳しい中ですね、まあロッテ、もしっかりとね補強、したいねところを取ってきたかなという感じでございます。ではしっかりと、まあ見ていきましょう。まずは国吉選手からです。はい、見ていきます。国吉勇輝選手、2009年育成ドラフト1位指名で横浜 DeNA に入団しました。年俸が今シーズン5720万円、出身地大阪、1991年9月21日4日生まれ、196cm 106キロ右投げ右打ちのピッチャーでございます。まあ育成からねしっかりと試合下に這い上がった選手でございまして、まあ中継ぎとしての経験がね豊富な選手です。マックスが161キロ、球種カットボール、カーブ、ツーシーム、フォークボールを投げ分ける投手ということで、やはりですね速球派右腕のトレードと言いますと、まあ、ロッテからすればですね、昨シーズン、巨人の沢村選手とトレードが、まあ、成功しましたよね。まああれと同じケースというか、2匹目の土壌を、まあ、狙っていったのかなというふうに思います。はい、ではそんな国吉選手ですね、成績しっかり確認していきましょう。はい、成績ですね見ていきましょう。まず1軍通算成績ですね、国吉選手は238試合で21勝30敗34ホールド3セーブ、446.0イニング、420奪三振203四球、被安打408、防御率 3.87、 WIP 1.37、 奪三振率 8.48、 四死球率 4.10 という成績でございます。まあ、しっかりとね、まあ、200試合以上投げておりますし、まあ、先発をやっていた時期とかもあるので、イニング数もねそこそこかなというふうに思います。まあ三振が取れてフォアボールがちょっと多いかなっていう感じなんですけれども、まあ許容範囲かなというふうに思います。はい、そして今シーズンの1軍成績も見ていきましょう。18試合で1勝1敗、29.2イニングで37奪三振、13四球、被安打24、防御率 5.16、 WIP 1.25、 奪三振率 11.22、 四死球率 2.85 という成績です。まあ今シーズンもねしっかり1軍で、投げている選手ということです。まあ見ていくと、2019年20年とですね2年連続40試合登板以上ですね投げております。で今シーズンですね、防御率こそ良くないんですけれども、指標は正直抜群かなと思います。四死球率も低いですし、奪三振率もまあ抜けた数字を出しているのが今シーズンかと。DeNA の守備陣、そしてですね横浜スタジアム防御率 7.47 というね、今シーズンの成績を見てみるとですね、まあ千葉ロッテに移籍して、まあ、活躍する可能性っていうのは結構高いんじゃないかなというふうに思います。まあ本当に三振取れて、っていうところであれば、先ほど言った通りね、巨人の、まあ沢村選手とトレードした時と、まあ、かなりね似たようなピッチャーを取れたのかなというふうに思いますし、まあまあリリーフとして本当にまあ活躍してほしいですよね。まあそれだけのポテンシャルはね絶対持ってる選手でございますので、まあ活躍するかなというふうに、個人的には思っております。では一方ですね、有吉選手の方を見ていきましょう。
はい、では見ていきましょう。有吉勇気選手、2016年ドラフト5位指名の選手です。年俸が2700万円、出身地千葉県、1991年3月12日生まれ、178センチ87キロ、右投げ右打ちピッチャーということで、まあ地元の、選手ですね、ロッテからすれば。でマックスが149キロ、球種カーブ、スライダー、チェンジアップ、ツーシームなどを投げ分ける選手でございます。まあどちらかというと技巧派タイプの選手ということが言えるんではないでしょうか。まあやっぱりですね、 DeNA 本当に先発陣が、まあ、怪我とかもね、多い中でしんどい、シーズンが続いておりますので、まあそこを少しでも埋めたいということなんでしょう。ではそんな有吉選手ですね、成績確認していきましょう。はい、では有吉選手成績見ていきましょう。1軍通算が87試合で9勝13敗、18ホールド、1セーブ、177.2イニング、88奪三振、52飛球、被安打、193防御率 3.95、ウィップが 1.38、 奪三振率 4.46、吉球率 2.63 ということで、まあ有吉選手もですね、まあ、しっかりと1軍経験のある選手ということです。で、まあ、2017年ですね、ルーキーイヤーには中継ぎとして大活躍した選手でございまして、まあその次の人年はですね、先発としても活躍したと。で今シーズンはですね、1軍で投げておりません。イースタンの成績だけ見ると8試合で3勝2敗、 31.0イニング、6奪三振2四球、被安打34防御率 3.77、 ウィップ1.16、奪三振率 1.74、吉球率 0.58 という成績です。制球力にですね、秀でてる投手で、はあることが、まあ、わかるかなというふうに思います。しかしですね、奪三振が極端に取れない選手なんですよね。まあ、1軍通算で見ても4点台ですし、今シーズンイースタンは、なんと 1.74 と、もうほぼ三振が取れていない選手なんですよね。なので正直今の DeNA に適している選手ではないかなというふうには、まあ、個人的には思います。まあ、DeNA、まあ、本当に守備が今極端に悪い状況、さらにはですね、まあ、本拠地もですね、狭い球場ですよね。まあ、そういう投手、からするとやはりですね、 DeNA 結構厳しい環境なんじゃないかなというふうには思います。しかし2017年18年と活躍した実績があるので、新天地でどう輝けるか、まあ、今までの有吉選手、ね、一風変わった、まあ、彼を出せるんであれば、まあ、面白い、ね、結果になるかなというふうには思います。はい、というわけで以上が2人の成績見ていきましたと。はい、まあざっとね見ていったんですが、まあ国吉選手、有吉選手と、まあ、タイプが全く違う、まあ、2人の右腕ということで、まあ年齢もほぼ一緒ということでございまして、まあ年俸はね、国吉選手の方が若干高いんですが、まあまあ三振を多く取る、国吉選手、でもちょっとコントロール、怪しいと、制球抜群で三振が取れない有吉選手と、まあ本当にね、まあ両極端な選手かなというふうに思います。まあですがやはりですね、まあ、実績とかそういうのを見てみると、ロッテの方がまあ明らかに得なトレードなのかなというふうにね思いますし、まあやはりファンの皆さん、まあ外野からの声もそういった意見になっているんではないでしょうか。ではですね、最後に皆さんのコメントを一回読んで終わりたいと思います。はい、ネットでの反応ですね、見ていきましょう。これはびっくりだな、地元出身の有吉がいなくなるのは悲しいけど、国吉のようないいピッチャーが来るのは嬉しい、実力的に言えばロッテの方が得を、しているトレードな気がすると、いうことですね。まあそうですね、有吉選手、先ほども言った通り地元の選手ということで、まあ親しみがあった選手でございますが、まあ戦力的に見たらね、ロッテは得かなというところが、まあ今現状の評価かなというふうに思います。はい、こちらを見ていきましょう。とりあえず国吉、今までありがとうだし、来てくれる有吉選手は応援します。だけどこのトレードはないでしょう。まだ中継ぎで打たれることはあったけど、 DeNA じゃ数少ない速球で抑えられる投手じゃん。有吉選手を先発で起用したいなら、それこそ平田とか石田を先発で投げさせれば何の問題もなくないということで、まあまあ DeNA がちょっとやっぱ足元を見られたトレードかなというふうには思いますね。まあまあですが、今後ねどうなっていくかわからないですし、まあそのフィジカル面の状態、具合とか、まあ考えてのトレードかもしれませんしね。まあとはいえ、やはりイースタンリーグ同士ということで、まあまあまあ有吉選手のことはね、 DeNA しっかりチェックして見た上で取っているということでございますので、まあどういうね結果になるか、まあこれからね、今シーズンまだ残りシーズンめちゃめちゃありますから、まあそれプラスですね、来シーズン以降の活躍ということで、まあどっちが得か損か、分かるのはまあ数年先かなというふうに思います。というわけで今日は以上ですね。よければチャンネル登録、コメント、高評価などいただければ嬉しいです。野球人でございました。せーの、ゲームセット。
ありがとうございました。